ヒデさんも、まあ、1年前の記念が、はい、まあ、本当に記憶に新しいというか、悔しさもまだ我々も残、はいね、るぐらい、そうですね、うん、まあ、惜しいレースになってしまったでしょう。ただあの開催ですよ、あのギア規制始まって1年後ぐらいだったんです、1年ぐらい経ってたのかな。でギアを結構僕こういろいろ試してたんですよ、うん、でこのその開催の時にその5113なんですけどパチンとはまったんですよ、うん、で結構あいいな今回いけるなって思った時の開催だったんで、うん、その失格したけど意外とこう印象はいいんですよ僕の中で、富山で、はい、はいはい、そうなんですよ。だからまあ失格は、まあ、あれはしょうがないですね、うん、実際あの時もその悔しさをどうつなげていくかっていう中で、はい、今年のダービーで戦えたりは、そうですね、うん、糧になってたのかなと。記念もそうですけど、1回こう取ったら楽じゃないですか、うん、F1 でも1回取ったら次がなんかこうやって取れたりするんで、そういう意味でなんかまぐれでもいいから取っておきたかったんですよね、うん、で取ったらなんか次の記念とかで結構、まあ、自分の持ち味で取れたりもするし、うん、そういう意味で1回取りたいなっていうのはあったんですけどね、うん、その分、まあ、その時も、まあ、ここで G2 共同レースがあるというのは、はい、頭にもあったので、そうですね、まあ、でもまた同じ展開になったらいや僕は行きますよ、もし決勝戦とか乗って、まあ、危険な状況で行きます行きます、だってそれしかないですもん、はい、本当に落車があって避けていくしかないケースだったっていうのは間違いないですからね、はいはいはい、でもああいう風になってビビりたくないですよね、うん、ああ失格かもと思ってバック踏んで、もしかして勝ち上がりで3着のところ4着で勝ち上がれなかったとかなったら嫌なんで、うん、その時に思い切っていけたらいいですよね、そこは気持ち変えずに、いやいやそうですよね、なんだかんだ気持ちですからね、うんうん、じゃあ本当にそこをじゃあ4走、そうですね、しっかり気合い入れて、なんかこの先のきっかけになるようなまた場所になればですね、うん、いいですね、さらにというさらにですね、いやまた、はい、まずよろしくお願いします、頑張ります。